では大和先生、すみません、ちょっと久兵衛のソフトウェアに大和團次郎という漢字を書いてください。1番からいきますね。まずはい、11番押番しのボまタしンをた。押します。はい。ちょっとこれ1番押します。はい。で OK を押します。はい、OK ね。はい。はい。それで、あと普通何書いてもいいんですけど、ちょっとちょっとお名前を、はい、作者の名前を。はい、はい。こうやって、はい、大和團次郎ってちょっと書きますね。今タッチペンを使ってますけど、指でも可能ということですそうね。ですね。ははい。い。で、入りました。じゃあ次どうしたらいいですか？動かす。あ、これまたもう一回1番押すだけです。あ、1番ね。はい。はい。あ、すごいすごい。もう自動的にそうです1番ね。押したらもう動くとはい。いうことですね。ちょっともう少し動かすにも、次ね、ちょっとテクニックをやります。とこ2番を次押してみます。はい、で、続きのページを作るっ上てのい方う。ですね。ちょっと失敗。あ、今失敗しました。ごめんなさい。2番を押して、2番を押してで続き次のページを押す。ページ。はい。はい。で、これちょっとね、例えばこう1番の方に行きますと、今1番が出てるんですけど、こいはい。つを1回選んでですね、はちょっと下にこう下げてみますね。い。これ台場が下がりました。はい。はいはい。で、これ次3番を押します。3番はそれ、はい、動かすとこ。はい。そうするとどうなるか。じゃんじゃかじゃんじゃかじゃんじゃか。下から上に上がっていくっああ、上がってていきうます感ね。じですね。はい。で、この、ごめんなさい、見るとこの、時はどうしたらいいか、ちょっともう一回お願いします。あ、見るとこ。ああ、はいはい。このアニメーションを見る場合ですね。これ3番でいいんですけど、3番、普通は、こっこっちち押してももいい。同じですね。黄色い、これ矢が、印のやつを押せばいいんですね。これがプレイボタンになります。1番、2番、3番は、ちょっとやり方の説明で書いてありますけど。大和先生、すみません、ここね。はい。じゃあ、これを長編で作るときは、この作業を何回もやって、そうです大ね。体何秒ぐらいまでいけるんですか？1分ぐらいはいける1か分ぐな。らいはいけますね。はい、はい。はい、わかりました。すみません、私。